こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、プテラノドンって知っているか？あんまり恐竜に詳しくない私でも、ティラノサウルスとプテラノドンぐらい知っているよ。飛ぶ恐竜でしょ。きっと同じように思っている人は多いことだろう。でも実は違うんだぜ。え？まさか飛ばない恐竜だったとか。また、プテラノドンというとティラノサウルスといった有名恐竜たちと、一緒に書かれることがあるけど、それもありえないことだったかもしれない。それは一体どういうこと？ということで、今回は太古の大空の覇者、プテラノドンについて、現在わかっている情報から、多くの誤解や謎などについて詳しく解説していくぜ。この動画を最後まで見れば、本当のプテラノドンの姿が見えてくるかもしれない。ぜひ最後まで見ていってほしいぜ。それではゆっくりしていってねー。プテラノドンは、約8930万年から約7400万年前の白亜紀後期の大空を支配した王者だ。骨を持つ動物の中では、最初に空を飛ぶようになったグループでもあるぜ。飛べる恐竜だよね。恐竜映画なんかには必ず登場する、人気の恐竜だよ。おそらく多くの人も霊夢と同じようにプテラノドンは、恐竜だと思っているかもしれないけど、正確には飛行能力に特化して、進化を遂げた爬虫類である翼竜の仲間だぜ。翼竜って、要するに翼を持つ恐竜ということでしょ？厳密に言うと翼竜と恐竜は分類学上区別されているんだ。なのでプテラノドンは恐竜とは呼べないんだ。恐竜と翼竜の違いについては、後でもう少し詳しく解説しよう。プテラノドンは恐竜図鑑に必ず載っているから、てっきり恐竜だと思っていたよ。翼を広げた時の全長はおよそ7メートルから9メートル。それに対して体重はわずか25キログラム程度と考えられている。大きさの割に随分軽いんだね。プテラノドンというと大きな翼の他に、頭にはトサカのような突起があることも特徴的だな。あれは何なの？このトサカのような突起はクレストと呼ばれている。このクレストは種によって形が違っていて、分類の基準の一つともなっているぜ。クレストは成長したオスにしかなく、メスや子供は小さなトサカしかないようだ。オスしかついていなかったの？原生の鳥にもメスへの求愛のためにトサカを発達させているオスがいることから、プテラノドンのクレストも求愛のためにあったのではないかという見方が有力だ。ただしクレストについては、仲間を見分けるためとか、飛行中に頭部を安定させるためとか、また大きな口を開けるための、重りのような役割があったのではないかといったいろんな説があって、残念ながらその謎は解明されていないんだ。こんなに特徴的な頭だけど、その理由はわかっていないんだね。プテラノドンという名前はギリシャ語で翼があり歯がないという意味を持っているぜ。歯がないの？でも、映画とかでは歯があった気がするんだけど。実際のプテラノドンの化石には、大きく先が尖ったくちばしには歯がついていないぜ。とはいえ翼竜に歯がなかったわけじゃない。世界には歯を持った翼竜もたくさん見つかっている。そうだったんだ。翼竜にもいろんな種類がいるんだね。謎のトサカがあったり、歯がないとか、実は恐竜じゃないとか、プテラノドンって基本情報からして、すでにいろいろ謎が多い恐竜、じゃなかった翼竜なんだね。生物が空を飛ぶようになったのは、外敵の脅威から身を守るためだったり、生活圏を確保するためだと考えられている。おそらく、プテラノドンもこうした理由から大空を飛ぶようになったと考えられている。どんな天敵がいたの？実はそれも不明なんだ。具体的な証拠は残っていないものの、おそらく大型の肉食恐竜や他の大型翼竜がプテラノドンを襲った可能性がある。また、化石の中には、海洋生物に噛まれたような跡が残っているものもあるから、海にも天敵がいたということになる。空を飛ぶプテラノドンなのに、海にも天敵がいたの？プテラノドンの化石の中には、サメの仲間であるスクアリコラックスや、古代ヨサウロドンの歯型のついたものが見つかっているんだ。どういうこと？まさか昔の魚は空を飛べたの？そうではなくて、プテラノドンが海に降りてきていたんだ。プテラノドンは魚を主食としていて、どうやら魚を捕ろうと、海面に近づいた際に襲われたのではないかとされているぜ。魚が好きだったんだ。プテラノドンの化石の胃のあたりから、魚の骨の化石が大量に発見されているんだ。このことからプテラノドンは魚を主食としていたことがわかっている。化石だけでも、そんな太古の様子がいろいろわかるんだね。プテラノドンは海上を群れで飛び、水際にある崖の中腹や頂上に巣を作って生活していた。魚だけでなくプランクトンや豚足類などを海面から捕らえて食べていたと考えられているぜ。歯がなかったので捕まえたいものは丸飲みしていたようだ。だから歯は必要なかったんだね。現世でも海鳥とかは、海から魚を捕まえて丸飲みしているよね。なんだか似てるね。その大きな翼は、長距離の移動が可能だ。広い範囲で繁殖地や餌場を探すことができたぜ。プテラノドンはどこに生息していたの？プテラノドンの化石は、北アメリカで多くが発見されている。
でも、日本の北海道でも断片が見つかっていることから、分布範囲はかなり広かったようだ。日本でも見つかっているんだ。また、爬虫類は卵で生まれる卵生が多いけど、プテラノドンもまた卵を産んで繁殖していたと考えられている。卵が見つかっているの？それが、プテラノドンの卵は見つかっていない。ただし他の翼竜の卵が発見されていることから、おそらくプテラノドンも卵生だったという可能性が高いんだ。なるほどね。見つかった翼竜の卵の殻は柔らかく、頭から翼までしっかりと、骨格が出来上がった子供の化石も見つかっているそうだ。そんなことから、翼竜の子供は生まれるとすぐに飛ぶことができたのかもしれない。柔らかい卵というのはちょっと意外だな。しかも子供の翼竜がすぐに飛べたというのもすごいね。ただし、翼竜の卵の発掘例はとても少なく、プテラノドンが同じだったかまでは不明だ。2017年には中国で200個を超える翼竜の卵が発掘されているけど、この翼竜の卵の成長はそこまで早くはなかったようだ。なので、これまで考えられていたように生まれてすぐに飛べたという仮説が覆されるかもしれない。プテラノドンに限らないことだろうけど、新しい発見や、技術の進歩など、研究が進むにつれて、こうした学説は更新されていくよね。プテラノドンの卵が見つかったらまたいろんな仮説が覆されるかもしれないね。プテラノドンは恐竜と同じ時代に生息していたことから、約6500万年前に起きた大量絶滅の時に一緒に絶滅したと思われがちだけど、実はその頃にはすでにプテラノドンはいなかったようなんだ。え？一足先に絶滅しちゃっていたの？遅くとも7000万年前にはすでに絶滅していたと考えられている。恐竜たちが大量に絶滅した時代には、北アメリカの空はすでに大型の鳥類のものとなっていたようだ。だとしたらプテラノドンはなんで絶滅したんだろう？その鍵は彼らの生息地に関係があるぜ。生息地？プテラノドンが生息していたのは北アメリカのカンザス州や、アラバマ州、ネブラスカ州、ワイオミング州、サウスダコタ州などの内陸だ。あれ？海に住んでいたんじゃないの？内陸じゃ海なんかないよ。今は海はない。だけど、その昔、この辺りには海があったんだ。嘘でしょ。こんなところに海があったの？北アメリカ大陸の中央に、南北に伸びるようにあった海は、西部内陸街道と呼ばれ、北アメリカ大陸を東西に分断していたんだ。今とは全く違ったんだね。プテラノドンは、この西部内陸街道の海上を飛びながら餌となる魚を食べて暮らしていた。ところが、白亜紀後期後半から末期にかけて、この海は徐々に小さく狭くなっていく。そうしたら、魚が取れなくなっちゃうね。プテラノドンたちは、この西部内陸街道が狭まるにつれ住処を失っていき、次第に衰退して、ついには白亜紀後期中頃に絶滅したと考えられているんだぜ。それで、恐竜たちの大量絶滅の頃にはすでにいなかったということになるんだね。図鑑やテレビの再現シーンなんかで、プテラノドンとティラノサウルスが、一緒に描かれることが多いけど、ティラノサウルスが現れたのはプテラノドンが絶滅した後の話なんだ。そうだったの？だとしたらプテラノドンもティラノサウルスも出会うことはなかったということ？一緒に描かれるのはありえない話だったんだ。とは言っても、そんな固いことを言うと子供たちの夢を壊してしまうので、そんなシーンを見かけたら、夢の共演ということで楽しめばいいと思うぜ。それを考えると、恐竜映画でも一番有名なジュラシックパークシリーズは、最初から恐竜のテーマパークという設定になっているから、いろんな恐竜が時代なんか関係なく登場していたね。よくよく考えるとオールスターだらけのすごい映画だったんだね。プテラノドンが初めて発見されたのは19世紀のアメリカだ。その後、多くの化石が見つかり、その形態や生態について多くのことが明らかになっていく。誰が発見したの？アメリカ出身の古生物学者、オスニエル・チャールズ・マーシュだ。プテラノドンの名付け親でもあるぜ。マーシュは、地質学、鉱物学、古生物学、解剖学とあらゆる分野の学問を収め、イェール大学の最初の古脊椎動物学の教授に就任した人物だ。アメリカ西部の広範囲にわたる化石採集の旅に出て、数多くの重要な新種を発見したぜ。プテラノドンもその時に発見されたんだね。プテラノドンについては1870年に初めて発見されている。これらの標本はカンザス州の白亜紀の地層から採集され、その後も1000個以上の化石が発見されているぜ。そんなにたくさん見つかっているんだ。ワクワクするね。他にもいろんな化石が発見されている。彼が発見した恐竜には、アラモサウルスや、かつてはブロントサウルスとして知られていたアパトサウルス、背中に大きな板状の骨頭の先端に4本の長いスパイクを持つステゴサウルス、3本の角と大きなフリルが特徴や草食恐竜トリケラトプスなどがいるぜ。どれも超有名な恐竜ばかりだね。まさに化石界の神。彼がこんなにも多くの化石を発掘できたのには理由がある。それは強力なライバルがいたことだ。
ライバル？同じく古生物学者であった、エドワード・ドリンカー・コープだ。彼らはかつて友人同士だった。ところが、後に化石戦争と呼ばれる激しい競争をすることになるんだ。化石戦争？1870年代から1890年代にかけ、この二人は化石採集と発見を競い合っている。それはまさに戦争と呼ぶにふさわしい争いだったぜ。マーシュは、ある時は化石発見者に賄賂を送って化石を手に入れたり、またある時には相手が見つけた化石を盗み、破壊し、さらに資金調達を困難にさせるため、相手の論文に難癖をつけて、評価を下げさせたりと、勝つためにありとあらゆる卑劣な手段を行った。子供たちの夢と想像力を膨らませる化石の研究で、そんな汚い大人の戦争があったんだ。でもこの争いのおかげで、結果として、アメリカ西部から大量の化石が発見され、化石の研究に大きく貢献することになったんだ。二人が競争を始める前は、北アメリカの恐竜はわずか9種類ほどしか知られていなかったそうだけど、彼らは数十年の間に二人合わせて120以上の恐竜を命名したそうだぜ。それはすごいね。時として彼らの競争は個人的な攻撃や不正行為にまみれ、それは当時の新聞にまで取り沙汰され、二人の関係だけでなく、彼ら自身の世間的評価をも損なう結果となってしまっている。でも、彼らが発掘競争をしてくれたおかげで、今こうして私たちも、恐竜などの存在をよく知ることができるようになったんだね。特にマーシュの業績は、アメリカの古生物学研究においてはとても偉大なものだ。彼は一族から豊富な支援を受けることができたことも、こうした研究や、彼のキャリアに大きく影響しているぜ。一族からの支援？マーシュ自身の家庭は決して裕福ではなかったものの、彼の叔父であるジョージ・ピーボディは、近代自然科の父として有名な人物で、マーシュは叔父に大学付属の自然史博物館創設の資金を提供してもらっている。すごい大物が親戚にいたんだ。現在もイェール・ピーボディ自然史博物館では、恐竜化石のほか、鳥類、昆虫、植物、鉱物など、様々なコレクションを所蔵しているぜ。もちろん、マーシュが収集した化石も多く収容されていて、現在でもそのコレクションは学術研究のために利用されているんだ。マーシュは自分専用の博物館を作ってもらったようなものだね。マーシュの研究は常にこの時代の最前線だったぜ。たくさんの化石が収集され、研究の結果、新しい種が大量に発見され、まさに化石の黄金時代だった。この時期の発見と解析は、その後の私たちにとって恐竜など、古代生物を知るための基礎となり、また将来の研究のためにも相当な量の資料も残してくれたんだ。大人の事情はともかく、彼らがいなかったら、古生物に関する研究はもっともっと時間がかかっただろうね。冒頭でも言った通り、プテラノドンは学術的な分類上、翼竜というグループに属していて、恐竜という定義には当てはまらない。このように恐竜と間違われているものに、海に生息していた首長竜や魚竜などもいる。てっきり海の恐竜だと思っていたけど違うんだ。近年人気となっているモササウルスは、恐竜でもなく、また魚竜でもないぜ。サウルスってついてるじゃん。恐竜じゃないの？しかも魚竜でもないってどういうこと？モササウルスは有鱗目に属する、海生のトカゲからなるグループとされているぜ。こうした海の恐竜のように見える彼らは、いずれも爬虫類から進化した。恐竜の遠縁ではあるものの、翼竜と同じく、恐竜とは違う分類とされるんだぜ。難しすぎてわからないよ。例えば、人間と猿は違う生き物だけど、同じ哺乳類というグループであるということと似ている。なるほど。恐竜も翼竜も魚竜も爬虫類のグループだけど分類は違うっていうことだね。ただし、今でも恐竜図鑑や恐竜展では、恐竜以外の爬虫類などと注意書きをされながらも、翼竜も魚竜も首長竜も一緒に掲載していたり、展示されているので、子供たちや一般の人からは誤解されやすい。というか、恐竜じゃないからってプテラノドンや首長竜が、恐竜図鑑に載っていなかったらがっかりするよね。反対に学術的には鳥類も恐竜に含まれていることになっている。だからといって、恐竜図鑑に種類も豊富な恐竜を掲載すれば、ほぼ恐竜図鑑となるだろうな。恐竜図鑑を期待していた子供からしたら詐欺みたいな話だね。なので、分類学に精通した専門家が恐竜のことを指す場合、恐竜から鳥類を除いたグループという意味で、非鳥類型恐竜なんて言ったりするぜ。めんどくさすぎる。専門家でないなら、そこまで気になんてしていられないよね。もっと気軽に恐竜図鑑や恐竜展、恐竜映画も楽しみたいな。ではそんな恐竜と翼竜では、一体何が違うと思う？翼があるかどうかとか？でも、鳥類も恐竜の仲間となるとちょっと違うようだね。一般的に恐竜の定義は、直立歩行に適した骨格を持った爬虫類と言われている。足が体から地面に向かってまっすぐ伸びている状態であることが恐竜の条件なんだ。当たり前のような気がするけど？
例えば同じ爬虫類でも、ワニは地面に向かって水平に生えている。一方トリケラトプスはまっすぐに直立に生えている。なるほど。確かによく見ると足の生え方が全く違うね。そして、地上で生活することに特化していることも大事だ。水辺で過ごす恐竜という例外ももちろんあるんだけど、恐竜は地上を中心に生活するものが多い。一方、プテラノドンは、地上では四足歩行で移動していたとされているものの、長い距離を歩くことはできなかったと考えられているんだ。四足歩行していたの？彼らの後ろ足は、飛ぶことに適するために体の大きさに対してとても小さくなっている。だから翼がついた前足を折りたたんで、支えながら歩いていたと考えられているんだ。要するに地上で歩くには不向きな足だったということになる。だから、翼竜は恐竜に含まれないんだね。同様に首長竜や海竜も地上で生息するのには不向きな足をしているぜ。そう言われると、足のつき方を見ると、確かにこれらの生物が、恐竜ではないということがよくわかるね。プテラノドンなどの翼竜と恐竜には、骨の構造も大きな違いがある。翼竜類の骨は空洞化しているぜ。空洞化？なんで骨が空洞になっているの？これは軽量化のためだ。そのため骨が軽いだけでなく、とても薄く細い作りとなっていてより軽量化されているんだ。これは飛行生活に適応するための進化だと思う。それで大きさの割に体重が軽いんだね。一方、恐竜の骨構造は他の爬虫類と比較して長く、太く、強靭だ。しっかりとした骨は地上での生活に適応するための進化だったということにもつながるな。骨の作りもまた翼竜と恐竜には違いがあるんだね。そして、プテラノドンの場合、この繊細な骨の作りのせいで、恐竜と比べて解明がなかなか進みにくくなってしまっている。骨が軽いとどうして解明されにくいの？極限まで軽量化した骨はとても脆いんだ。古生物の研究には化石として発見される骨がとても重要な手がかりとなる。でも翼竜の場合、このように骨はとても脆いため、研究がとても困難でなかなか進まないんだ。だからたくさんの化石が見つかっているというのに謎が多いんだね。最初にも紹介した通り、プテラノドンの巨大な翼は、全長7メートルから9メートルにもなる巨大な翼だ。そんなプテラノドンの翼は、皮膜で繋がれた構造になっていたぜ。皮膜？皮膚ということ？プテラノドンなどの翼竜は、体の皮膚がそのまま延長された、皮膜からなる翼を持っていたんだ。なので、翼といっても鳥のようなものではなく、どちらかというとコウモリに似ている翼だったぜ。コウモリか。想像できたよ。ただしコウモリは長く伸びた4本の指で膜の翼を支えている。一方、翼竜の場合は、第4指のみが異常に長く発達していて、翼を支える主要な支持構造となっているぜ。これ薬指なの、長すぎ。要するに、鳥のように、前足そのものが翼になっているのではなく、腕と長く伸びた1本の指によって翼全体を支えているという構造をしていたんだ。随分長い指で翼を支えているんだね。驚きの構造だよ。プテラノドンというとどんな飛び方をしていたと思う？映画とかでは大きな翼をわさーっわさーって上下に動かして飛んでいるよね。ちょっとどう猛で攻撃的なイメージで、時には人間も襲って連れてっちゃったりするよ。確かにそんなイメージで書かれることが多いな。実際のプテラノドンの飛行スタイルについては長年謎だったけど、おそらく翼を広げたまま風に乗り、滑空することが主な飛行方法であったと考えられているぜ。じゃあ、鳥みたいに自分で羽ばたかせて飛ぶということはしていなかったということ？多少は羽ばたいたかもしれないけど、筋肉も少なかったことから基本的には、上昇気流に乗ってグライダーのように滑空するような飛行をしていたと考えられているんだ。高いとこまで行って、そこからゆっくり降りてくるんだ。彼らの化石の中には、沿岸から遠い沖合の地層で発見されたものもあって、一定以上の距離を飛行していたことがわかっているぜ。この滑空飛行で、陸地から数百キロメートルも離れた海上へ飛んでいけたようだ。随分遠くまで飛んでいたんだね。2022年、日本の大学とフランスの生物学センターとの共同研究で、航空力学に基づいた研究が発表された。この研究では、プテラノドンなどの絶滅した巨大飛行生物と、現代の鳥類の飛行について、風や気流を利用した、ソアリングという滑空飛行における能力を計算、比較しているぜ。航空力学とは面白そうだね。その結果、プテラノドンは、現代の軍艦鳥のような、海上の上昇気流を使ったソアリング飛行を得意としたことが分かったんだぜ。軍艦鳥？軍艦鳥とはペリカン目の鳥で、高度な飛翔能力を持つ一方、羽毛の撥水性が悪いために、海鳥でありながら泳ぐことができないというユニークな鳥だ。なので、餌となる魚を取るときは、水面に降りることはせず、常に飛び続けているぜ。泳げないの？それじゃ、何としても海に落ちないように頑張って餌を捕まえないといけないね。プ
テラノドンの翼面積あたりの体重が、原生の軍艦鳥に近く、そのため軍艦鳥と同じように海上の熱上昇気流に乗って、ゆったりと滑空していたのではないかと考えられているんだ。でも、そんな飛び方で 100km なんて飛べるものなの？軍艦鳥では 3000km もの距離を休むことなく飛び続けたなんて記録があるぜ。それはすごいね。100km なんて朝飯前だ。一方、翼を広げた時の縦横比はアホウドリと似ているそうだ。アホウドリも海鳥だよね。そして、アホウドリも翼をあまり羽ばたかせることなく、効率よく海の上を長時間飛行し続けることができる。とすると、プテラノドンは、原生の鳥と似たような、理にかなった翼を持っているということになるんだね。ただし、風に乗るような飛び方をしていたことから、よく恐竜映画で見かけるように、プテラノドンが空から人に襲いかかって、重たい人間をわしづかみにして連れ去るような力はなかったと思われるぜ。それはちょっとがっかりだな。ところで、かつてはプテラノドンは飛べなかったという意見も専門家からは出ていたぜ。陸から100キロ遠く離れた沖でも化石が見つかっているんでしょ？ちゃんと飛んでるよね。プテラノドンは鳥と比べて大きな体を持っていたので飛ぶには重すぎるとか、筋力が少なすぎるといったことからそう考えられていたようだ。実際、現世の鳥類より筋肉が少なく、ほとんどが皮膜でできている。膜状の翼をしていたため、確かに鳥のように羽ばたいて空を飛ぶことはできない。でも今はちゃんと航空力学で飛べたことがわかっているよね。ただし、翼竜の仲間には本当に飛べなかった種類がいたことが、先ほど紹介した研究からわかってきたんだ。え、飛べない翼竜がいるの？史上最大級の翼竜と言われる、ケサルコアトルスは、ソアリング飛行に不向きであったことがわかったぜ。ケサルコアトルス？この種類は、プテラノドンが絶滅した後の、およそ7000万年前に生息していた翼竜で、翼の全長は9メートルから10メートル、体重250キログラムと、まさに重量級の翼竜だ。250キロ、それはさすがに重すぎるね。翼の長さはプテラノドンとそんなに変わらないものの、体重は10倍だからな。翼と後ろ足で地面に立った時の頭の高さが最大で6メートルもあったと考えられているぜ。これはキリンに匹敵するほどの高さだ。地上で立っているだけで6メートル？そんなに巨大なの？ただし、以前は70キログラムと推定されることが多かったぜ。現在もその重さについては研究によりばらつきはあるようだ。仮に70キログラムだったとしても、プテラノドンより相当重いことに変わりはないよね。しかもそんなに体が大きいのに翼がプテラノドンと変わらないだなんて、確かにちょっと飛ぶには無理があるかも。この結果から、ケサルコアトルス及び、同サイズの超大型翼竜は、ほとんど飛ばずに陸上生活をしていた可能性が高いと考えられているんだ。翼竜なのに地上で4足歩行をしていたということ？飛べない翼竜なんて聞くとちょっと残念な気もするけど、現世にも飛べない鳥はいるしね。ということは、飛べない翼竜がいたという可能性があることは本当のようだね。というわけで今回の動画は以上だぜ。太古の大空の覇者、プテラノドンについて解説してきたけど、どうだったかな？恐竜じゃないということは分かったけど、それでも空を飛ぶ恐竜って言っちゃいそうな気がするよ。どこかの恐竜名テーマパークにも、フライングダイナソーなんてアトラクションもあるし、そこまで気にしなくても世間では通じるものだぜ。だから、一般的な人が翼竜と恐竜の違いに気がつかないのも仕方がないのかもしれないね。翼竜には謎が多い。もしかしたらこの先新たな発見がまたあるかもと思うとワクワクするぜ。今後の研究にも大注目だね。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれると嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。